て。いい匂いするね。え、桜の匂いするじゃん。ちょっとある。全体的にちょっと大きめ。マジで？マジです。マジっすか。サンキュそういうこと言わないの。天禄からのリバートやりたいんじゃない。できる。ほう。よみがえるトラウマ。この3人の中で誰が一番上手い？はーい。まずご飯買おうよ、ご飯。もしかしたらさ、ほらお弁当持ってきてくれるかもしれない。それで持ってくるさ、夜までご飯なしだった。あ、それもあるじゃない。まだやめた。その通りです。泣きそうになってる。超怖い。自分だけ撃つんだ。完全にニースラで降りるつもりで飛ぶ。それでなれようよ、ニースラ。ニースラしようとしたけど危なかったな、今な。
過去最大だよ。なんでこれすごいじゃん。なんかこれいける気がしたんだよね。すごい。とにかくおめでとうございました。ここでもう一個なんかやりますか。怖くない？氷しかないです。あとグラブだ。インディー。綺麗なのできそうじゃん。怖い。え、怖いの前なんて言った今。だからってやつ。きょうちゃんが言ったからじゃなくて、きょうちゃんがインディーして差しを入れろって言ったからってこと。うん、あ、違うんだ。何のだから。イケメン顔は普通。おはようございます。パパユーチューブのパパさんです。カタラです。カタラです。さくらです。さくらちゃんに来ていただきました。ありがとう、ありがとう。さくらちゃんの戦歴改めて見たんだけどすごかったよね。優勝すごいんだから。何してる今日は。ここ兵庫県神戸市にある港の森公園に遊びに来ています。何か言いたいことあるでしょ。お、デッキが出ました。わー、しかもこれ1本目。今日発表された。
おめでとうございます。昨日の夜ね、初めてインスタライブっていうのやってみたんだよね。ありがとう、見てくれたよね。びっくりした、さくらちゃんが来て、さくらちゃんに質問をって言ったらめっちゃ来たんだけど、俺が絞りました。さくらちゃんへの質問です。1日何時間練習していますか？6時間は滑ってる。パークスタイルを選んだ理由は何かありますか？レールが大嫌いだったからパークスタイルにしました。なんでレール嫌いなの？怖いから怖いと思うことはありますか？スケボーやってて怖い、常に怖い。怖いの？さくらちゃんも。その時の対処法は？自分のやり方で怖くないようにやる。スケボーの良さを教えてください。ゴールがないところ。スケボー嫌いになったことありますか？ないです。親にあれこれ言われるのが嫌なんですが、さくら家はどうでした？スケボーに関しては何も言わないです。初期はやめさせるためにすごいメニューは来たけど、でもその時はそんなん思ってないからやってた。後から聞いたらそういうことだった。さくらちゃんが思う理想な親の立ち位置。褒めてもらいたい。今の夢を教えてください。パリオリンピックで2連覇。夢1個叶ったから、これ今日叶った。キッズスケーターへ一言お願いします。普通の生活をしてやることやってから自分の好きなことをやった方がいいと思います。学校行って宿題して。大人スケーターへ一言お願いします。怪我しないで楽しく長くスケボー楽しんでやってください。ありがとうございます。一問一答形式で答えていただきましたということで、それでは早速滑っていきましょう。もうすごいよね、これさ、どこ行ってもこうってことでしょ。嬉しい。あ、今20分で4時までどう、ニューデッキ削るの嫌だから怖い。どんぐらいでしょ、いつもデッキ交換するの？月に3本それはすごいわな。教えてください。ひかりです。何歳ですか？9歳です。スケボー歴は？5歳からやってます。じゃあもう今4年やってるんだ。はい。さくらちゃんってどんなスケーターですか？楽しみ。教えてくれる人？今日ちょっとスケボー取らせてください。ちゃんと話してて、カナペアの左の上なんかできないのっていう話でさ、でロックンロールとかやればって。やったことないです。おう、光あそこロックンロールやってみる。おう、あのバーチぐらい高いところ。そうそうそう、バーチぐらいあの立ってるところ。そうそう、落ちきってる。落ちきってる。頑張れコタ、頑張れ。あんまり届かない。
引きでかけたらすぐニースラしようよ。最初ロックにしないで。届かない。届かないもん。動かすんです。動かしても届かない。何？見るだけやってみたら。かけられない。余裕？あ、余裕だって。なんで届かなかったらどうするの？ん？届かなかったらどうするの？まずやってみようよ。やったよ、マジで。失敗してもいいよ。やったよ。もうちょっとだったじゃん。届かない。届きそう、届きそう。こっちだよ。こっちだよ。いいの？どうすればスピード出るか聞いてみよう。いい？いいの？本当はちょっと怖くてさ、上まで行かないようにしてるでしょ。違う。きょうちゃんそうなんじゃないかなと思うけど。行けない。違うんじゃない？なんで？だってあんまりこの辺が楽しそうじゃないかな。じゃあ移動しましょう。先開けときます、鍵を。わかりました。じゃあこれから桜パークに、はい、移動です。バイバイ。バイバイ。あとで。おお。ちょっと。すごいすごい。あれみんな桜ちゃんを。すごい。ごめんね。ちょっとごめんね。これもう桜ちゃん帰れないよあれ。すごいもう。終わらないじゃん。今日会うの初めて。はい。さくらちゃんにメッセージあれば。かわいいっす。今日頑張ってください。おいいね。YouTube 知ってる？はい。すげえじゃん。知らなかった人。これから見ます。これから見ます。これから見ます。
歳ですか？12歳です。12歳。スケボー歴は？1年ちょっとです。1年ちょっとですか？これっていつぐらいに発明したの？スケボー始めてから半年やったんですけど、練習したのは2、3日。コツは？前足に力を入れながら飛ぶ瞬間に前足の力を一気に解放して後ろの足で前足を置いてあったところに着たら勝手に回るので、あとはもう勢いで何しかもさ、小6でしょ、はい、説明うまいね、ありがとうびっくりです、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。港の森公園どうでしたか？さくらちゃんやばい、 R2R やばかったね。いや、めっちゃサブロックしてた。どうでしたか？スパイン楽しかった。あ、すごい、スパインあっという間にできたじゃん。前回おめでとう、やったね。どうでしたか？バンクで3が乗れて楽しかった。すごい、とっても上手でした。やったね。次会った時に新しいトリック見せてください。はい、はい、今日はね、この後さくらパークに特別ご招待されてるので、僕たちはさくパーに行きたいと思います。今回特別撮影の許可が下りてるので、ちょっと一般の方は行けないところですけど、参考にしてみてください。じゃあまたどこかのパークで会いましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうね。おまけ。ケーキ言ってるよ、絶対。あれ、お友達のあれじゃない？ YouTube 撮ってるんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫です。かわいい。かわいい。かわいい。よくわかるんだね。怖い怖い怖い。めっちゃよりでかい。あ、そうだね。チュッチュしてる。チャンネル登録高評価。